はい、こんにちは、速稼塾の子です。今回の悪い予感は食糧危機ですね。まあ結論から言いますと、来年の今頃結構な確率で食糧危機が来るんではないかなと思ってます。まあ今ね、いろんな騒動がありますけども、これはね、やっぱり1年ないし2年の長期化をしていくんではないかなと思うんですよ。まあ、そうなるとですね、今航空便とか船の便とか結構止まってますんでね、国際流通っていうのがかなり深刻な状態なんですよ。まあ、そこへですね、エネルギーですとか、当然ですけども食料、原料、こういったものの交易っていうのもしなければなりませんけども、かなりね、これが悪いということなんですよね。まず各国で労働者がやっぱりね、自粛といいますか自宅待機をしている中で、なかなか働きに行くことが難しいということがあります。あとはね、やっぱり働きに行く場所とか、例えば農産物を、食料品に加工する間でですね、そこでやっぱり感染が広がるという懸念から、あんまり労働者が集まってないんですよね。で、国単位で見ますと、やっぱ輸出を規制する、もしくは禁止するような国もあったりとかもしております。例えばね、ある、これちょっとね、国の名前今のところ言いませんけども、ある国は完全に食料品の輸出をやめたとか、小麦の輸出を3ヶ月制限するとか、それから豆をね、国外に出さないように、もう輸出をしないよってことになったりとか、あとはかなりの確率で、税率を、かなりの確率っていうのは変な言い方ですけどね、かなりの税率をかけてきたということで、輸出する食品がちょっと高くなるということがあるんですよね。で、日本の方では我が国の食料自給率ってのはご存知のように、当然ですけど 100% 以上になっていたことはないんですよね。だいたいざっくりとですよ、いろんな指標があるんで、議論が分かれるんですけども、だいたい 50% ぐらいです。50% ぐらいということはどういうことかっていうと、今日お腹いっぱい食べたということは、それを国内のものだけで食べようと思うとお腹いっぱいにはならないってことなんですよね。単純にこんな感じです。まあ、コンビニにもいつも食品が並んでいるように見えますけども、あれは1日3回の8時間ごとの配送によりびっしりと棚が埋まっている状態になっていますけども、おそらくですね、国内の製品だけで回そうとすると、コンビニの棚が半分ぐらい、食品の棚が、ね、半分ぐらい空いた状態をみんなで買いに行くって形なんで、当然足りなくなりますよね。物が足りなくなればその分だけ価格が高騰しますよね。そうなるとお金がない人から順番に飢えていくってことになると思います。そうなるとね、結構ね、食料があるところとないところと、それから資本階級っていうのも食料資本っていうんですかね、そういうふうな妙な形になってくるのかなと思います。なんせね、食料品っていうのの価値が上がります。お金っていうのはね、借金っていうのができますけども、食料品っていうのは借金っていうのができないんですよ。マイナスで蓄えておくってことができませんので、食いだめもできないですしね。で、食料品のストックっていうのも限界があります。で、よくね、なんですか、食糧難が起きる前っていうのは、食糧難っていうかね、そういうふうな買いだめが起きる前っていうのは冷凍食品が売れるんですけども、家庭用の冷蔵庫、冷凍庫で冷凍食品のストックなんてたかが知れてるんですよ。で、あとは冷凍ストッカーっていうのね、独自に買われてる方がいますけども、あの中にストックできる冷凍食品も知れてますよね。それこそ店舗用の巨大な冷凍庫とかがあれば別ですけども、あれは電気代がバカ高いんで、普通の家庭ではあの容量とね、あの電気代っていうのは賄えないと思いますんで、なかなか現実的ではないと。ですんで、ちょっとやそっと冷凍食品を買いだめたところで、食料品っていうのはストックに限界があるわけですよね。私がおすすめするのは、お米をやっぱりね、100キロほどいつもストックしておくことなんですよ。10キロ袋をかける10ですよね。100キロです。1つが4000ぐらいなんで、だいたい4万円あれば100キロはストックできると思うんですよね。で、お米っていうのは結局塩でもかければ食べれるというね、で、腹持ちもいいですし、それからたくさんの人と一緒に食べれるというのがいいですよね。10キロもあればやっぱり家族4人とか5人とかがそこそこ食べてくれるようになると思いますんで、究極の保存食かなと思うんですよ。かさばらないですしね。はい、そんな感じでですね、京都いろいろと食糧難が来るんではないかなってことを今いろいろ数字をまとめてますんで、また追ってですね、この悪い予感シリーズでお届けしようかと思います。結論を申し上げると、もう1回になりますけども、来年の今頃にこれが顕在化してくるんじゃないかなと思います。でね、今年いっぱいは多分誰も気づかないというか、ちょっとした噂程度に食料品がなくなるかもしれないっていうふうな懸念が出てきたりとかね、そういう YouTube を出す人がいたりとかで、反面政府の方からは十分に食料品は備蓄されておりますみたいな放送があってね、ある意味本当なんですけども、食料品の何に限っては備蓄されていて、何に限ってはストックがないのかって、これはね、なかなかこれから分かっていくと思いますよ。とんでもないものが実は国内では作れなくて輸入に頼ってるって問題もありますしね。我々はお米がね、
十分ありますんで、お米をしっかりと今のうちから、例えば月にね2、30キロ分とかをストックしておくみたいなことができるんじゃないかなと思うんですよね。であとは、ね、乾麺ですかね、袋ラーメンみたいなのも取っておくのもいいと思いますし、まあ、缶詰ははっきり言って限界がありますね。缶詰をたくさん買っといてもやっぱり限界があります、缶詰は。そうじゃなくて、私はね、乾麺とかね、パスタとかね、そうめんみたいなやつがいいんじゃないかなと思うんですよね。まあお米に代わるものっていうかね、炭水化物というか。はい、それではね、最後に一通のちょっと手紙を読ませていただきます。まあこれはね、ある私の塾生さん、速稼塾の塾生さんが書いてくださったメッセージになりますけども、アメリカからの最新情報という形でございます。アメリカのね、ある州にお住まいになっている塾生さんからです。報道されてない真実というタイトルです。今回は暗い話になりますが、自分の確かな情報筋から今アメリカで起きていることを話していきます。はい、でアメリカでは皆さんの知っている通り、コロナのパンデミックのせいで多くの州が外出禁止になっています。もちろん失業率も増加していて、多くのビジネスが倒産寸前に追い込まれています。そしてアメリカ政府はアメリカの経済を守るために220兆円の経済救済策を出しましたね。と、大人1人に対して1200ドル、子供には600ドル、さらには失業保険を受ける人には各州から出される失業保険プラス1週間ごとに600ドル、3ヶ月にわたってサポートすることになっています。手厚いですね。すごい羨ましいですね、このスピード感。さらにはスモールビジネスや中小企業の従業員の雇用を守るために2ヶ月の雇用維持の費用を 100% サポートするプランがあります。羨ましいですね。それにスモールビジネスや中小企業の光熱費やレントを助けるために最大1万ドル援助するプランも設けられています。ところがこのスモールビジネスや中小企業の雇用を守るプランの資金が枯渇して締め切った状態になっています。ああ、そうなんですか。財源付きで今追加 250B を会議にかけられているところですが、民主党が邪魔して止まっている状態です。アメリカでさえも全く対応できないレベルの大恐慌になることが確実だということです。ちょっと手紙をね、一旦中断しますけども、確かにね、これはね、大恐慌が起きる前触れではないかなと思うんですよね。大恐慌っていうのが1929年に1回ありました。ニューディール政策によってニクソン大統領がね、まあ、対策を打ったわけなんですけども、ただね、今回の世界恐慌第2部っていうのはグローバリズムっていうのがありますんでね、かなり深刻になってくると思います。なんでグローバリズムと深刻っていうのがリンクするかというと、ちょっと別の機会に譲りますけども、今回の大恐慌っていうのは経済的な失敗ではなくてですね、感染症なんですよね。ですので全く人類が軽減したことのないような形でこの恐慌ってのが訪れて、しかもこれ終わりが見えないんですよね。ウイルスが沈静化するか、それとも我々人類が抗体を持つか、抗体を持つかっていうとね、もう本当に曖昧な言い方になりますけども、抗体を持った人間だけで新しい世界を作るかなんですよ。残念ながら今回のウイルス、一定の人っていうのがお亡くなりになります。でこのウイルスの抗体、ウイルスに対抗できる肉体を持った人だけが次の時代を見ることができると思うんですよね。例えて言えばですね、お酒に例えましょうか。お酒ってたくさん飲んでも平気な人いますよね。一杯飲んでもひっくり返っちゃう人いますよね。だから今回は世界中でお酒を、例えばね、1リットル飲んでみろって言われたようなもんなんですよ。1リットル飲んでお亡くなりになる方が一部いらっしゃって、1リットル飲んでもなんとか生き残る方、ラッキー、もう本当にね、何もなく生き残る方がいると思うんですけども、で生き残った方だけが次を行くかなというところなんじゃないかなと思うんですよ。で今回もね、全く無症状の方がいたりとか、全くへっちゃらな方がいると思えば、急に重篤化してお亡くなりになる方もいると思うところで、もう本当にね、これはね、感染症との肉体のせめぎ合い、もう相性の問題なのかなとも思っちゃうぐらいですよね。はい、手紙に戻ります。さらにはアメリカの市民権を持っている人が優先的にサポートするようになってきています。おつまりは移住者は後回しになってきました。アメリカにある海外の企業、もちろん日本企業も大変な状況です。ここ数日の間、DV 殺人事件、発砲事件が急激に増えています。これも原因でしょうね。先が見えない極貧状態が襲ったから、コロナにかからないようにという気持ちはもはや異常になってきています。かかってしまって入院したら破産か死ぬしかないというのが大多数のアメリカの医療システムなのです。確かにアメリカの医療システムは日本とはだいぶ違いまして、お金がない人は医療を、受けられない。非常に高いですよね。家で死ぬことを選んでいるニューヨーカーが多くなっている背景にもなっています。そういった人たちはコロナ死者の数には出てきません。
これ間接的にコロナでお亡くなりになる方っていうのは確かに出てこないですよね。そういったアメリカの状況なのですが、これらが世界中の人に対して、怖い情報です。コロナウイルスのニュースでアメリカのニュースでも目立っていませんが、アメリカは台湾の不沈空母をどんどん進めていて中国共産党との戦いに備えています。ベネズエラに対してもイランに対しても世界大戦となると国連 NPO が騒いでいるぐらいのレベルの派兵です。共産党と親和性のあるところに派兵して睨み利かせる体制がほぼ完了しています。これ以前もね、こんなこと言われてましたね。それからアメリカで今後夏以降は食料が今度は来なくなるって政府関係者内では言われています。あ、食料難のことについても語られているということですか。食用がなくなるという話は本当みたいです。食料の国内生産が少ない日本はもっと早くにそれが起きるかもしれないということですね。1年以内に来るかもしれないですね。家庭菜園か農地確保はした方がいいかもしれません。ということで今回は怖い話しましたが、実際に起きていることなので可能性に対して準備をすることは大切だと思います。怖がることではなく道を見つけることが大切だと思います、というふうに手紙を締められております。私も意見を同じくするところが多くてですね、やっぱり私たちは菜園の備蓄か、もしくは菜園が持てないんだったら食料品の備蓄ったらね、絶対だと思うんですよ。お金を貯金するのと同じように食料品を貯金するっていうね、そういうふうな習慣も必要なんではないかなと思うんですよ。もう明確にこれはストック用ですよって形で、もう本当にね、自分の家の片隅とか部屋を1個もう備蓄用の部屋っていうふうにしといて、棚をつってですね、そこに、はい、これはお米ですよ、これは漬物ですよ、これは野菜ですよとかね、これは冷凍物ですよというふうにもうカテゴリー分けして積んでおくくらいがちょうどいいかもしれません。今ね、まだ全然食料不足になってませんし、流通はまだ起きております。特に食料品はこういう状態でも、だからね、やっぱ最後のチャンスだと思います。今だいぶ世の中落ち着いてますんで、買いだめとかはないと思いますんで、今ね、物流に負担をかけない程度に少しずつ多めに備蓄のストックをこまめに買いに行ってはどうかなと思うんですよ。もちろんこまめに買いに行くこともね、なかなか不要不急の外出ってことでうまくいかないかもしれませんけども、一回ね、大きなワンボックスカーとかで、ね、しっかりと買いだめておくってことをね、私はお勧めします。特に袋ラーメンっていうのは、5個入りの1つサンキュッパーみたいなやつがありますけども、これね、1ケース1段ボールが12個入りだと思うんですよ。こういうのをやっぱり段ボールごとに買っておくとかね、しておけばいいんじゃないですかね。例えばまあサンキュッパーで12個あって4776円ですよね。これで何食食べれるかっていうと60食なんですよ。だから60食ってことは1食79円ですから高くはないと思います。もちろんね、ラーメン何も入れずに食べるとちょっと美味しくないっていうかね、栄養バランスも悪いんで気をつけないといけないと思いますけども、高血圧で死んでしまわないようにね、ですからバランスよくなんですよ。最初はドーンと主菜を取っといて、主菜を米とかそれこそ袋ラーメンとかドーンと買っといて、パスタとかね、それから今度は少しずつ副菜になるようなものを、調味料になるものをちょっとずつ買い増していくってことです。ヘルペースっていうのが全然違いますからね、調味料類とそれから主菜っていう風に食べる主役になるものとね、で今回はね、悪い予感そんな感じで、ちょっと食糧難に備えておかなければ、食糧難に備えてもね、食糧難って長期化すると思うんですよ。本当になんか危なっかしいことになっちゃうと思うんですよね。食糧難が起きた時点でもう食料の生産が間に合ってないわけですから、やっぱどっかで備蓄していた人も食べれない時代が来ると思いますけどね。どうなっちゃうんでしょうか。それではね、本日は以上でございますけども、食料っていうのはリアルです。お金っていうのはいくらでもね、作り出すことができます。バーチャルですから。でも食料品っていうのは、そうはいかないですよね。怖いですね。はい、それでは悪い予感シリーズ本当ありがとうございました。